地域企業の経営について考える静岡経営者フォーラムが静岡市で開かれました。このフォーラムには県内の企業の経営者などおよそ100人が集まりました。まずホビーショップの駿河屋を運営する A2 の杉山綱重 CEO が記念講演を行いました。杉山 CEO はいろいろな企業と手を組むことで自社が持っているリソース以外のことができるようになると語りました。また企業の合併や買収の仲介を行う企業と県事業承継引継ぎ支援センターの担当者によるトークセッションも行われました。それから2つ目、会社の未来にとって何がベストかという後継者がいらっしゃらない場合についてはですね、従業員だとか取締役のこともお考えになるでしょうし、いろんなことを考えなければならないと思いますので、ぜひ早めにですね、緩い段階で私どもご相談をお受けいたしますのでお越しいただきたいというふうに。このイベントは9月の県の事業承継推進月間に合わせて開催され、県内の事業承継の事例を交えながら今後の地方企業の経営の在り方について意見が交わされました。